その河川敷には初老の男が立っていた。雨で増水した時には真っ先に役所に知らせた。川の水が元の流れに戻るまで初老の男はやはり一人見守り続けた。知ってはいけない禁断の扉、気づいた時にはゾッとするでしょう。今夜あなたの知らない恐怖の世界へとご案内いたします。意味がわかると怖い話。意味がわかる。やっぱ交流戦ということでチーム変わったんですけれども、はい、本当はこの2人がこのリーグなんですけど、はい、あまりにもこの自分で持ち込み系弱すぎるということで1人真ん中に座っております。違います。あ、揉まれに来てる。違うやる気は感じないから全然、はい、一番強いから俺は真ん中にいるんだよ。お前もうちょっと居づらそうにしろよ。喋るし喋れ。今日は大丈夫ってことですか。はい、大丈夫です、大丈夫です。回してください。いつもそれ言ってない。ね、言ってない。信頼度ゼロだよ、お前。大丈夫です。はい。え？ガシャガシャって言うの？正義、その席座るといつもなんかあるよね。大体。そんな気がするよ。ガシャガシャ？え、なんか上のガシャガシャって言う。あ、ドアのこと？怖っ。怖すぎだろ。一人一個ずつ意味がわかるところの話をしていく。はい。はい。誰から行きましょうか。じゃあ僕で。あ、じゃあリモンさんからで。あ、よろしい。ありがとうございます。タイトル、微妙な関係の2人。高校は離れたんだけど近所の友達。友達っても母親同士が仲良しなぐらいであまり付き合いはない。そいつが学校でトラブって入院したんで見舞いに行った。枕元には1000羽もない100羽ぐらいの折り鶴が釣ってあって、ちょっと触れてみるとクラス一同よりって書いてあった。強く引っ張ったのか鶴が2つ落ちた。縁起悪いかもと慌てて拾ったら、そいつが目を開けた。折り鶴が落ちたことをバレないようにポケットにしまい、たわいもない話をして帰宅した。ポケットに入った折り鶴をなんとなく広げてみた。俺はすぐさま病院へと駆け出した。引っ張ったのかっていうのは謎いぐらい。持ち出しちゃいけないものを持ち出しちゃったんだろうな、多分な。実際しろとか言っていいな。なんでそれまた病院行っちゃうんですか。心配で。でもなんかもうちょっとありそうだよね、さすがに。悪口が書いてあった。正解って言いづらいんだけど、一応解説します。お願いします。はい、持ち帰ったんですよね、まあ、ポケットに入ってた2つの折り鶴を。広げてみたら、一応どっちにもまあ確かにあることは書いてあった。それが、ねって書いてあったんですよね。でも、よく考えてみたら、たまたま引っ張ったか何かで落ちた2つに、ね、どっちも書いてあることってありえないじゃないですか。たまたま。これどういうことかっていうと、その100羽ぐらいのほとんどの鶴にねって書いてあるんです。だから語り手は庭ともにねって書いてあるってことはっていうのを察して、途中で正義が言ってたするんじゃないかっていう心配でとりあえず駆け出したっていう。おとりよ、うん、イエーイ、正解あるぞ今日。いや緊張してるわ。悪くはないけどね。もっとあると思ってた俺。30点ってとこだな。まあ、B に言われた。辛口だな。 B に言われた。辛口じゃん、辛口じゃん今日。30点だったらこれ、あんたずっとそれ言ってないよ。いや、待って、そんな言ってないのこれ。10点だよ。これさ、女？え？あ、そうだ。え、結構長かったよね今。30点だったらこれ、あんたずっとそれ言ってないよ。いや、待って、そんな言ってないのこれ。10点だよ。めっちゃ喋ってた、マジ、うん、マジ、めっちゃ喋ってたよね。全然聞こえなかった。そう、きついわ。こんな高い声で紛れてた、普通に。すごい、しっかりとあった、うん、お願いします。降りていいですか。いいですよ。タイトル、じいちゃん。いつの頃からか、その河川敷には初老の男が立っていた。日差しの強い夏の日も、雪のちらつく冬の寒い日も、
雨で増水した時には真っ先に役所に知らせた。堤防は一部決壊したが、川沿いの住民の避難が早かったため人的被害はなかったそうだ。川の水が元の流れに戻るまで初老の男はやはり一人見守り続けた。今日も初老の男は河川敷を見守り続ける。歯が一番まずいね。多分内容はあまりなんかごちゃごちゃしちゃって理解してない。おお、待って、おお、びっくりした。普通にやばいよ。歯が一番まずいね。多分内容はあまりなんかごちゃごちゃしちゃって理解しちゃって理解しちゃって理解。ごちゃごちゃしちゃって理解してない。おお、待って、おお、びっくりした。沈んだ、また。ちょっと待って。やばいやばいやばい。床行って。やばいやばい。え、なんか完全に聞こえた。ちょっと待って、普通にしてない。いる？誰かいる？開けるよじゃん。え、開けた方がいい。え、多分聞こえたし。めっちゃ聞こえた。え、嘘、何？え、女性の声。マジ？そうそうそう、長い長い長い。いるじゃん、女性。二人だけ？他聞こえてない。俺聞こえてない。聞こえてない。わかんない。え、もうでかいの。めっちゃでかかった。すごい分かりやすかったよ。ドア開いてるとかないでしょ。うん、ここら辺も、いや、わかんねえ。なんか中っぽくないっちゃ中っぽくないような気もするし、この辺っぽいっちゃ。さっきと同じ感じだった。マジで、さっきと俺は中だったんだよ。さっきこの辺じゃん。なんかね、うん、まあ、上この辺完全に見たぐらいのテンション逃げてる。すごかったね。逃げなきゃって一瞬。そう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 、そんぐらい。そう、なんか近づいてたじゃん、音が。そうなんかなんか、もうなんか徐々にこう上がってきてる感じ。だからこっちに見える。怖いんだけど、ちょっと怖っ。いや、めっちゃ怖かっただ、今。怖っ。サボが聞こえてて、もうねえ、ヤバめで。ヤバい、ヤバい、ヤバい。一個まだの堤防が決壊したみたいな。その時、普通にヤバくねって思うけど。以上です。事実がヤバいってだけで。じゃあ答え言いますよ。これなんで河川敷を見つめてたかと。だいたいみんな答えがあって、いや幽霊じゃねえかとか、まあそんな感じで考えると思うんだけど、全く違くて、この男性人事件を起こします。まず河川敷に埋めたのよ、遺体を。俺言ったじゃん、雨の日とかさ、水位上がってくるじゃん、すぐ通報したとかいう話もしたじゃん。それはすぐ連絡して水位を上げて、その遺体が浮かばないように対処してるの。水位を上げないようにできる人。だからすぐ連絡して、ダムとかってさ、できるじゃん。その開放してさ、水を全部バーって流してできるじゃん。うん、だからその連絡をして、その水位を上げさせないようにしたの。もう折り口怖いんじゃないかな。うん、ただシステム的に怖いけど、水の高さ関係なく雲は浮くよなとは思うけど。まあだからその元々の水位の時は浮かばないって、もうずっと毎日見に行ってるから分かってるのよ。ただ雨とか降るとやっぱ水位がどうしても上がっちゃうから、それでそう見に行ってるって感じ。だから毎日見に行ってるの。バックヤードは濃い。意外と構想がしっかりしてたっていう。ありがとうございます。あれ、いやいや、ちょっとあれ、なんか恥ずかしいっすね。一番嬉しそうやん。いや、嬉しい。すごかったよ。おー、芸達ぶりのヒットで。いや、嬉しい。鈴木さん、お願いします。はい、タイトル、スマートフォン。歩きスマホって危険だよね。周囲が散漫したり、本当に危ないと思う。それで私、この間、こんな場面に出くわした。ある道で私が歩きスマホをしていて、ふと顔を上げてみると、私と同じように道の真ん中でスマホをいじっている男の人がいた。でも微妙に状況が違っていて、その時私は立っていたのは歩道で、その人は車道にいた。その人の後ろには車が何台か列をなしていたんだけど、その男の人はスマホに夢中になっているから、後ろに車の列ができてるなんて気づいていなかった。そしたら私の他に気づいた女の人が、その男の人のことを注意しようと彼の前に向かって歩いていった。私は車道だから危なくないとか思いながら見ていた。
その女の人が男の人に声をかけようとした瞬間、後ろで待っていた車の1台が大きなクラクションを鳴らした。そしたらさすがにその音で気づいたようで、その人は慌ててその場を走り去って行っちゃった。もうほんとあんな光景を二度と見たくないね。私はその時持っていた携帯で迷わず110番に電話をかけたよ。なんだ簡単じゃん。あ、菅健太君出た。まさかのまさかのミステリー。じゃあ僕の推測を言わせていただきましょう、はい、お願いします。女の人呼びに行ったんでしょ。でその人はもうすぐ逃げたわけよ、はい、立ってた人が、うん、はい、女の人が逃げれてないんですよ。そのまま引かれたんじゃないか。大正解です。ありがとうございます。おー、菅健太君すごい。一番の引っ掛けは男の人が車でスマホを見ていたっていう情景を浮かばない人が多いんだけど、うん、もう歩きスマホって植え付けられてるから、まあ、タイトル言ってたし、ね、そうだから歩きスマホで男の人が道に立ってたって情景が浮かぶのがほとんどなんだけど、うん、歩きスマホっていうのは一言も言ってないっていうところですね。うーん、確かにね。で後ろの人はクラクション鳴らしてやべっつって出なきゃで女の人バーって引いてそのまま行っちゃった。あ、助けたがゆえにやられちゃったってこと。そうだ、注意しに行こうと思ったらちょうどクラクション鳴って急いでバーって出ちゃったと。3作品出揃いましたということで、はい、千羽鶴、はい、千羽鶴、はい、おじいちゃんが初めて当たってた話、スマートフォンによっての引き逃げ、今回の MVI モーストバリアブルイメージは分かると思いましょう。いただきます。せーの、ドン。おっと割れてしまいましたね。割れたか。誰さつきと大輝で分かれています。ということで、ニモさん、最終投票よろしくお願いします。あ、そうです、僕ですよね。今回の MVI は、さつきさん。イエーイ。さつきさん、確かにすぐは当たったんだけど、大輝のことちょっとピンとこなかった。構造的な難しさだけで言ったら割と大輝とタツキトントンかなと思って、うん、結構引き上げぐらいだったんですよ、うんうん、ただちょっとこの怖い要素だけで言ったら親切にしたがためにね亡くなってしまうっていう、うん、なんかこのオチが怖いというか、うん、報われない感じがホラーと合ってるなということで、うん、まあ割と僅差だったね。お、俺めちゃめちゃクオリティ高いと思ってるよね。お前がこっち来てくれてよかったよ。 ありがとう。いい試合できたな。あ、いい試合できた、ありがとう。次これは俺があれのパターンだ。俺はそういうパターンで10打席に1本のヒットでめちゃめちゃ生きてます。今回のエミコは少しでも楽しんでいただけたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。では次はちょっとピュッ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